皆さんこんにちは。沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です。那覇空港の国内線から国際線への乗り継ぎが便利になりました。国際線と国内線の旅客ターミナルをつなぐ連結ターミナル施設、先日から供用が開始されています。これで国内線ビルもそれから国際線ビルも1階が到着、2階が出発、3階がチェックインということで統一されまして、乗り継ぎ便利になります。今まではこう外にね一旦出てからということがなくなります。それから国際線のチェックインカウンターも増えますし、手荷物を預けた後に自動で検査するシステムも導入してスムーズな搭乗も期待されています。テナントもいっぱい充実しているということですので、私も早く行ってみたいなと思っています。沖縄羅針盤、今日も5時までお付き合いください。那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ、今週はビジネスラリアート株式会社代表取締役の中西俊幸さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです。中西さんは1971年生まれ、京都府のご出身です。京都本社を中心に東京、上海、そして沖縄で IT ビジネスを展開し現在に至ります。15年前の沖縄進出当時からアジア展開の足がかりとしての沖縄進出とお話しされていました。中西さんはまた学生時代から鈴鹿サーキットを中心にオートバイレースをはじめ、無類のバイク好きということでも有名です。昨年はビジネスラリアートがスポンサードしているホンダのバイクチームが世界サーキットで見事に優勝したということでも盛り上がりました。中西さんには毎年コーラルラウンジに来ていただいておりますが、今回の話題は2月に沖縄で開催された創業20周年パーティーの話題から始まるようです。それではお二人のおしゃべりをどうぞ。中西さん、はい、創業20周年おめでとうございます。 ありがとうございます。で、京都の本社の会社が創業20周年という、祝賀会を、はい、那覇でやったと。はい、京都は実はやってないんですね。その思いは沖縄だけで、いや、もともとその、まあ20周年とかっていうイベントをやる気はなかったんですが、やはりちょっと節目ということもありまして、今日こうやってラジオで対談させてもらうにあたってはね、はい、こういう視点でお話もらえばいいなと思ってるんですけど、まさにでも20年 IT 企業として営んでくることの価値というか、大変さも知りたいと思うけども、はいはい、もう一つ沖縄に進出して15年ですよね。はい、沖縄に進出した企業の7割は5年以内で諦めると言われていて、はいはい、15年やってくれたことの意味をまた聞きたいなと思ってますけどね。はい、その実感からいきましょうか。はい、いや、早かったような長かったようなっていうのが本当のこの15年かなと思ってます。もちろん当初こう来た頃には内地の企業は絶対失敗するよと、多くの方に言われましたし、相当覚悟がいるよと言われたんですよね。はいはい、どうせすぐ変えるんだろうというのを結構言われたのは未だに覚えてます。あの会の中でですね、はい、何人かゲストスピーチをされた方の中からの話を聞き取りたいなと思うんですけども、はい、まさにバイクの話が半分ぐらいだったと思うんだけどよかったのかね。でもバイクの会になりましたけどね。中西さんらしい話で、バイ世界で戦っているバイクの本物が来ましたよね。はい、あれはどういう意味や、やはりなかなか来ないもんだって言うんでしょ。あれはちょっと本当はめったに出せないもんなんですけども、触っちゃいけないものですよね。はい、うちのちょっとチームに、お願いしてですね、沖縄だけちょっと頼むと、これ社内でもよく言ってたんですけども、やっぱ世界を見るってすごく大事なんですね。世界一になるとかですね、なった人を見るとか、そういう接すると
まあ、人ってやっぱりインプレッションがやっぱり発生してくるので、なりたいとかこう思いが出てくると思うんですね。で沖縄特にその、まあね、ゴルフとかはね愛ちゃんとかいるからあれでしょうけども、なかなかその世界一のもの、特にモータースポーツで見れる機会がなかったので、まあ、中西のバイクってこういうもんなんだっていうのをぜひちょっと皆さんに共有して見ていただきたいなと思っています。私のパーティーでの私の席の隣は総監督の藤井さんでしたよね。はい、いやお話ししても面白かったし、はい、存在感あったし、はい、藤井さんのスピーチの中で、はい、世界一になるということの価値とか、うん、目指すことの意味みたいなことを、うん、ぜひ、まあ、何もバイクの世界だけじゃなくて知ってもらうと嬉しいなというメッセージがあったんですよ。はいはい、これまさに中西さんがいつも言ってることなんだけど、それで触れに行くんだと、世界に出ていくこと、はい、それ改めてコメントしてください。いや世界を目指すとかですね、世界一になるっていうのってやっぱり難しいことですし、こう非現実的なものなんですね。ただ思いが変われば実はその現実的なものにも変わりますし、身近なものにも変わると。で何でもいいんですよ、僕はたまたまバイクだし、で仕事は IT なので、まあ、IT で世界行きたい、世界一になりたいと。でもうバイクはまあ趣味なので世界一ってわけにはいかないんですけども、ただ、バイクでもやっぱり上を目指して世界一になりたいと思ってると、うちのチームが世界一になってくれたの でそれもまあ監督と多分思いが一緒だったんですね。ずっとそういう視点を持つと自分の世界概念が広がるという意味なんですかね。はい、視野も変わりますし、僕はバイクのおかげでだいぶ自分の視野広がったなと思ってますね。あのバイク、あれ 1億いくらするんですね。もうそれ以上しますね。換算できないんですよ、厳密に言うとですね。はい、オンリーワンであるわけですから。そうです、全部ワンオフで作ってるものなので、換算すると、まあ、それ以上はするよねという。すいません、もう見た限りは300万ぐらいするかなと思うんですけど皆さんそう言われてました。200万ですかとか言われたんですけどぶっこけそうでしたけどね、はい、でゲストでもう一人呼ばれた方に、はい、うちなんちゅうだけども、まあ、僕ら世代50代半ばぐらい で、はい、そうです。若い頃に世界一で走った荒垣さんという人がいたんですね。はい、沖縄から世界グランプリで行ったライダーがいてたんですよ。見つかったわけね、今回の機会に。はい、僕は中学ぐらいの時だと思うんですけど、テレビで走られてるのをよく見てまして、で年末の時に沖縄でって言ったら、あれだったら荒垣さんしか思いつかなくて、っていうかすごく有名な方だったので、まあ、もう今回初めて知り合ったんですけども、知人を介してですね、ちょっと荒垣さん紹介してほしいと、ぜひ来てくださいって言ったら、もう喜んでって言っていただいたので、だからこの世界でも世界を目指してるうちなちゃんいたっていうことですよね。はい、もうそれだいぶ前ですよ30年ぐらい前じゃないですかね。でトークショーを翌日してね、はい、あれも大盛況でおかげさまで、ありがとうございます。とつとつと喋られたけども、やっぱり味わいがありましたよ、ね。はい、やっぱり世界に行ってた人って違いますね、経験が違うので。もう一人ゲストで中西さんが呼んだ人に、浦添市の教育長へしている竹本さんが、はい、竹本さんまた独特の喋りで何言ったかというと、やっぱりうちなんちゅうは島に守りに行くけども、命知らずで世界に出ていくやつが経営者にいないと沖縄も行かんよなというメッセージがあったんだけども、はい、これどう捉えた？いや一つはまあ受け入れてもらってるというか、可愛がってもらってるなっていうのが一点なんですけど、やっぱ沖縄にそういう人材がやっぱ欲しい、願ってるんじゃないかなっていうのはひしひしと伝わってきたかなって感じですね。なかなか守りに入ってる時代になってしまった。実は沖縄そうじゃない時代もあったんだけどね、だんだんこう豊かになってきて、はい、もう満たされてきて、はい、守りになってるということはあるのかもしれませんから、はい、中西さんからそういうふうに見える、見えます、ね、沖縄の若い子たちは、まあ、沖縄っていうか日本全体そうですよ ね、 そうね、はい、もう外に出ないですし、沖縄の子はよく沖縄から出ないって言いますけど、京都の子も陸続きのくせに京都から出ないとか言いますからね、もうびっくりします、はい、京都だってね、それは戦後は、うん、それは戦後に限らずだけども、その世界に行く人は京都からいっぱい出ていったわけだからね。はい、もうそれこそ井上さんもそうですし、すごい方がビジネスマンたちはですね、はい、でそれ違ってきてると感じてる。いやもうすっごい閉鎖的になってきてますね。それで沖縄に出てきたんだよね、中西さんね。はい、もう僕はもう出たがりなのでその小さい狭いにいたくないと思ってですね。もう一方、はい、グローコムの教授で沖縄で IT イノベーションセンターの
会長を、はい、代表している中島さんにもスピーチをはい、はい、お願いしました。なって中島さんからは地域ドメインというあの中西さんのところの事業のメイン事業にしているこれの価値をもう一回沖縄中で見直そうよということを、うん、彼は言及したんだけども、はい、このことをどんなふうに感じられる？まあ、地域ドメインや出したのが数年前なんですが、やはりこう当初ですね、僕らが来た時もバイオとインターネットは沖縄からだっていうのを盛んに言われてた時だったと思うんですね。ただとはいえ、じゃあ僕らも含めてですね、沖縄でこう活躍している IT 企業がじゃあそれを世界にとかですね、まあ、沖縄から外へ出すものをなんか生み出してたかというとなかったんですよね。でちょうどそういうタイミングに地域ドメインの話が出てきたので、やっぱりラリアートがいててですね、沖縄の IT に貢献してないというのはまずいだろうということで、まあ、手を挙げさせていただいて、それをやっぱりそういう意味をですね、思いとですね、大中島先生がちょっと分かっていただいててですね、で、まあ、そういう話になったんじゃないかなと思うんですけど、中島さんこう言ってましたよ。この地域ドメインと沖縄ドット沖縄ドット琉球というものが取得できるということは、はい、これも資産みたいなものだと、はい、だからまさしくそうだと思うんですね。子供、自分の子供や孫に受け継いでいった方がいいと、はい、中西さんからそんなビジネス長いスパンじゃ困りますよと言ってたけどそんなもんだと、はい、いう話をしたけど、本当の意味ではそうだと思いますね。ドメインってもうインターネット上の住所なので、インターネットの世界で沖縄っていう住所ができたわけなんですよね。今回プラス琉球っていうダブルこう住所ができたので、ここを生涯ずっとこう長く持っていってもらう、それと、まあ、それを世界にとかいろんなところでこう沖縄というものを理解してもらうツールなので、まさしく、まあ、商売抜きの話をすればそうじゃないかなと思いますね。この事業もこれからもこれはもう息の長い事業なので、これこそが沖縄から離れられないなということですよね、はい、もう、はい、もう沖縄琉球やった時にもうここで骨を詰めるって決めましたから、うん、もうやめれないのでこれからの話をちょっと聞かせてもらおうと思いますけどね、はい、まあ、20年近く沖縄を見てきた中西さんからしても、はい、沖縄の発展度合いというか、はい、まあ、この20年の成長度合いというのは、はい、想定通りに来てるでしょ、うん、経済的にはそうだと思いますね、もちろん。ただ僕らの IT の世界が、まあ、ちょっと最先端走ってるかといったらまだまだなので、そこはちょっと加速がいるんじゃないかなと思ってますけど、ね、それは期待してた期待値と比べてどうですか？期待値と比べてちょっとしてるかなと思いますね。スピード足りない、はい、足りないと思いますね。それこそIT イノベーションセンターというのを去年作って、はい、これで引っ張ってもらおうみたいな話になってるんですが、はい、いいことだと思います、ね、このことへの期待ちょっと話してください、はい、それお友達の中島さんがやってるわけでもちろん中島先生が先頭立てやられてるので、まあ、僕らもお手伝いできることはしようかなと思ってるんですけども、やはりこうリーダーシップ取ってやっていくっていう環境ってやっぱりいるんじゃないかなと。正直ですね、僕らもこの十数年沖縄でお仕事させていただいて、まあ、ドメインも結論単独で僕らやっちゃいましたし、本当はオール沖縄でやるべきことだったんじゃないかなと。ただそれをやっぱり場をまとめるとか、その道しるべになるものがやっぱり必要だったので、今回の先生のあれはすごくいいんじゃないかなと思ってます、うん、僕は、まあ、これから20年21年目を入るラリアートなんですけどね、はい、まあ、沖縄拠点するということをこの間宣言したようなもんですよそうですよ、第2の拠点かな、はい、そういう言い方にしましょうかね、はい、京都と、はい、次の日本沖縄はもともと日本とアジアを結ぶ拠点として発展できる可能性があるんだと、はい、これはビジネスとしても絶対そうであるはずだとずっと、はい、思っていたし実証もしてきたつもりなんだけど、はい、それはもう絶対その通りだと思うんですね。この展開だと思って、これに乗るかどうと思うんだけども、その話は、はい、もうそれに乗ろうと思ってますね。なので、まあこれ昔から言ってるんですけども、アジアはラリアートグループの中でアジアを展開する拠点は沖縄なんだと。で僕はまあヨーロッパに行きたいので、ヨーロッパは京都から行こうぜと。なので二大ゲートウェイでみたいなイメージ で実際に沖縄からこうアジアを行く方がいろんな意味で、うまくいくと思うんですね。
で実際にそれは経済もそうなってきてますし、でこれはもう物理的なものなので、もうこれはもう確実じゃないかなと思ってます。あの沖縄で事業をこれからも継続していくと、はい、もちろんですよ、はい、15年経って、はい、何が資産かなと思うと、やっぱり15年経って、あのパーティー80名みんななかなか気持ちがある人が、まあなんか中西さんと一緒にビジネスしてる人ばっかりじゃない感じ、ほとんどその特感がない人たちが集まってきた感じがするんだが、多分それが最大の資産でしょう。はい、もうそれもう人ですね。あの15年やって何が沖縄でできたかったら、やっぱりあの来ていただいた皆さん、まあ当日ちょっと来れなかった方もあのお祝いの祝辞いただいたんですが、もうそこの人脈が全てだと思いますね。あの相当影響力がある人たちが集まってた、こういう人たちが集まってたので、はい、そのネットワークどう生かしてくるか、これが多分あの沖縄16年目という意味においてはこれからだと思うんですかね、はい、僕は、うちがそれを使うというよりも、このネットワークを使って次の世代に、活用していきたいなってすごく思ってるんですね。この15年僕やってきましたし、これからももちろん僕も関わっていくんですが、まあ、正直こう100年も200年も生きれるわけじゃないですし、あの冗談で中島先生が120歳とか言われてましたけど、120まで僕も正直経営ができないので、ただこんだけこういいものが沖縄でできてきたので、長くラリアートが沖縄でやり続けるためには僕じゃなくてもラリアートが沖縄で頑張れるという、次の世代にこうどう生かしていけるかがテーマじゃないかなと思ってます。あの僕の説で言うと、その第一世代の IT 革命が終了したところの20年を過ごしたと、はい、これから世の中第二 IT 革命に入っていきますから、はい、その中でどう展開できるかが、あのそれこそ情報系企業にみんな問われてるし、そうですね、あのラリアートがそこで勝負する場なんだと思いますね、はい、でもうこれはもううちが作って、我々が作ってきたラリアートとラリアートの人脈を次のこう沖縄の20代30代の世代の子が頑張ってくれれば一番いいんじゃないかなと思ってます。沖縄のこの場での活躍、ますます期待しています。はい、ありがとうございます。気をつけて。はい、先日の20周年の記念パーティーは私も司会でお手伝いをさせていただきましたけれども、拝見しましたよ。世界一のバイク、やっぱりすごかったですね。あのまあ、皆さん20周年ということで、あの大きなパネルもあったりしたんですが、記念撮影をですね、そのパネルの前じゃなくて、こう世界一のバイクと一緒に記念撮影をしたがるということで、今日は一体何のパーティーなんですかという感じがしましたけれども、でもあの中西さんは世界を見るということがとても大切、そして世界一に、どの分野においてもやっぱり世界一に触れるということがとっても大切だということで、本当にあの今回のパーティーが決まった時からですね、あのバイクを皆さんにあのお披露目するということをあの第一に考えて、今回は企画されたようなんですけれども、それからこのパーティーの翌日に行われました、沖縄出身で世界一になったこともあるというライダーの新垣俊之さんのトークショーも大変楽しかったですね。あの伺っててびっくりしたのが、そのライダーになる前にスタントマンをされてたこともあったということで、あのスクールウォーズの廊下を走るウィリーのあの印象的なあのシーンはですね、なんとスタントマン時代の新垣さんがやっていたということで驚いたんですけれども、まあ何はともあれ20周年誠におめでとうございます。今週のコーラルラウンジはビジネスラリアート株式会社代表取締役の中西俊之さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでした。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーです。今日は舞台公演のご案内です。今度の金土日29、30、31国立劇場沖縄小劇場で行われます、クテーラン人々という何やら意味深な演劇がございます。こちらですね、脚本を書かれたのは沖縄出身の作家伊波雅子さんで、あの小説おむつと走るで新沖縄文学賞を受賞されまして、この作品をもとにした舞台のおむつと走るの脚本を書かれまして、この作品は沖縄公演の再演とそれから東京公演を重ねて、今回のクテーラン人々が2作目の台本ということになっております。そして演出は
昨年泉谷弥生の、島くどちの演出を担当されました藤井豪さん。あの泉谷弥生の島くどち本当にあの素晴らしくて私も拝見したんですけれども、藤井豪さんの演出というこのコンビになっております。出演はその、弥生さんも出演なさいますし、それからオバーラッパーズのね、あのカメオバーも出たりしますけれども、楽しみな舞台ということになっております。全席自由で、前売りが大人の方2500円、子ども18歳以下は1500円となっています。どちらもあの当日券は500円増しということになっておりますので、前売りの方で、お求めいただいた方がお得になっております。詳しくは ACO 沖縄のウェブサイトをご覧いただきたいと思います。3月29日金曜日は、夜の7時から、土曜日は2回公演で2時と7時の2回公演、そして31日日曜日は2時の公演なんですけれども、公演後に、アフタートークもあるということです。クテーラン人々29、30、31国立劇場沖縄小劇場で行われます。どうぞご覧ください。ラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っています。スマートフォンやパソコンでリアルタイムでお聞きいただけるほか、1週間の振り返り聴取も可能です。沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信しておりますので、ラジオ沖縄のホームページからアクセスしてお楽しみください。沖縄羅針盤、今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。パーソナリティは富田恵でした。それではまた来週。